大沢広樹のドラゴンズステーションは、東海ラジオで放送されている、ワイド番組、同局のスポーツアナウンサー、大沢広樹の冠番組である。本校では、プロ野球シーズンの土日曜日に放送される、ドラゴンズステーション及び、大沢の同僚アナウンサーやタレントがパーソナリティを務める番組シリーズについても述べる。2020年に、開局60周年を迎える東海ラジオは、 2019年4月1日からの1年間を開局60周年イヤーと位置付けた上でオンリーワンステーションをキャッチフレーズに記念事業を展開していくことを2018年12月7日に公表。本社のある名古屋市に本拠地を置く中日ドラゴンズとの間で翌2019年1月1日からのオフィシャルスポンサー契約を締結することや 同年4月1日から当番組の放送を始めることも発表した。ちなみに日本プロ野球に加盟するプロ野球球団が特定のラジオ局とオフィシャルスポンサー契約を結ぶことは NPB 史上初めてである。東海ラジオでは2018年度までプロ野球シーズンの日金曜日に自社制作の生アイド番組と東海ラジオガッツナイターを編成。 ナイトゲームを放送しない日やオフシーズンにも当該時間帯でドラジカラと題する関連番組を放送していた。平日版のドラゴンズステーションでも以上の番組の企画やコーナーを引き継いでいるがナイターインキとナイターオフ機で構成を変更。ナイターインキの日金曜日にはガッツナイターオフロート番組として内包している。またナイターインキの土日用に編成される ガッツナイタースペシャルが中日のナイトゲーム中継に当てられる場合には2018年度までのノーアイディア土日版の放送枠を継承した中継のクッション番組としてドラゴンズステーションを編成ただし平日版と違ってパーソナリティの使命をタイトルに入れていないナイターインキか金曜日のガッツナイター枠では NPB のナイトゲームが開催される場合に 中日戦の中継を優先。中継カードが21時30分を過ぎても続いている場合には、試合展開に応じて中継を延長した上で、中継の終了と同時に当番組を終了させる体制をとっていた。中日戦が何らかの事情で開催されない場合に別カードが実施されている場合には、他局が制作する当該カードの中継を同時ネット。最初から、 NPB のナイトゲームが一切組まれていない場合には、ガッツナイターアーカイブスをガッツナイター枠で放送するか、2018年度までと同様にナイタースペシャルの同時ネットをガッツナイター枠で実施していた。ナイターオフ期にはドラジから時代と同じく、全曜日の放送時間を16時19時に統一。ガッツナイターアーカイブスについては、 ガッツナイター名勝負という単独番組として、毎週日曜日の17時18時に、レギュラーで放送されている。パーソナリティについては、番組開始から2019年11月まで、基本として大沢が全曜日で担当。ただし、ナイター延期の日、金曜日に、ガッツナイター枠で、名古屋ドームから、中日のナイトゲームを中継する場合には、同枠での実況を優先していた。 2019年12月6日から金曜日のメインパーソナリティを大沢から後輩アナウンサーの森に交代。大沢広樹のドラゴンズステーションという番組タイトルも引き続き用いていたが大沢の冠番組としては同月31日で放送を終了した。東海ラジオが2020年も中日球団のオフィシャルスポンサー契約を続けることを背景に ドラゴンズステーションというタイトルや放送枠を引き継ぎながら森の冠番組にリニューアル。大沢がパーソナリティを優待することに伴って森が全曜日のパーソナリティを担当するほかレギュラー出演者などを一部変更した。2020年度のナイターイン編成では前年度のフォーマットを踏襲した。森に代わって井田克也が月曜日。 村上和弘が非金曜日のパーソナリティを担当したため、月曜日のみ、伊田克也のドラゴンズステーション、非金曜日には、村上和弘のドラゴンズステーションというタイトルで放送していた。2020年度のナイターオフ編成では、大沢広樹のドラゴンズステーションが非金曜日の夕方に復活。月曜日には、タレントの山浦久志をパーソナリティに迎えて、 山浦久市のドラゴンズステーションとして放送している。山浦は、当番組の開始から2020年9月まで、前枠番組のパーソナリティを担当。平日の夕方には、当番組を開始するまで、山浦、深谷の4時から、のパーソナリティを務めていた。ただし、東海ラジオが2020年10月改編から、現意四日月、引き出し、を、 平日の15時17時に編成することに伴って番組開始以来続いていた16時台の放送を終了。さらに9月25日まで当番組に内放していたニュースパレードを単独番組として編成したため当番組の開始時間を17時15分に繰り下げた。その一方で月曜日は従来通り19時に放送を終了。非金曜日については 日本シリーズの終了翌日から放送時間を17時15分から19時に固定する。その一方で前年度に放送されていたガッツナイター名勝負のレギュラー編成を見送っている。もっとも2020年の初頭から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で NPB は レギュラーシーズンの開幕を当初予定の3月20日から6月19日まで延期。その影響で、レギュラーシーズンの終了時期を11月中旬、日本シリーズの開催期間を11月21日から1週間程度設定している。また、セントラルリーグでは、レギュラーシーズンの短縮に伴って、クライマックスシリーズを実施せず、リーグ戦の優勝チームが、 日本シリーズへの出場権を無条件で得ることになっていた。東海ラジオでは2020年度のナイターオフ編成を9月28日から開始する一方でドラゴンズの一軍公式戦を少なくともレギュラーシーズンの終了まで中継する方針を掲げていた。このため同日以降の日金曜日に中日のナイトゲームが組まれている場合には 試合の時間帯に村上バージョンと同様の編成で対応していた。実際には11月11日の最終戦まで中継を継続。日本シリーズについては巨人のリーグ優勝と中日の3位が確定したことに伴って中継の放送を一切見合わせている。ちなみに東海ラジオでは2009年以前にも中日が日本シリーズへ出場しない年に、 当該シリーズの中継を放送しない方針を立てていた。2021年のナイターインキも山浦が月曜日、大沢が非金曜日でパーソナリティを引き続き担当。大沢は中日主催のナイトゲームがバンテリンドーム名古屋で開催される場合に第一期と同様にガッツナイターはでの中継の実況を優先する。担当時点で東海ラジオの アナウンサーナイターインキナイターオフキナイターインキナイターオフキナイターインキ2021年5月現在生放送のため変更休止となる場合があるがついているコーナーは全番組の山浦深谷の4時からもしくはドラ時からから引き続き放送月曜日など火曜日引く金曜日などなどありがとうございます